カラスに立ち向かえは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第9シリーズ第10話。2015年11月21日に BBC1 で初放送された。脚本は、サラ・ドラード、監督は、ジャスティン・モロトニコフが務めた。本作では、コンパニオンであるクララ・オズワールドとドクターの別れの物語が幕を上げる。本作では、 異星人のタイムトラベラー12代目ドクターとコンパニオンのクララ・オズワールドが落書きアーティストのリグシーからリアルタイムでカウントダウンする数字の刻印について相談を受ける。ドクターがその原因を探るとロンドンの中心部に近くフィルターを使用したトラップストリートが存在しそこで人間から隠れて生活している異星人たちをアシュルダが管理していることを知る。アシルダは トラップストリートの規則を破った者を殺害するクオンタムシェードと呼ばれる強力な影を処刑道具として使用し危険内成人の住まう街を統治していた。リグシーの刻印はクオンタムシェードによる処刑までを秒読みするクロノクロックであった。時間稼ぎとしてクララはリグシーのクロノクロックを自身に移すことにするがクララに譲渡されたことによりクロノクロックとクオンタムシェードは アシルダの管理権限から解放され、彼女はクオンタムシェードによる処刑を受けてしまう。クララが黒い煙を吐いて地面に倒れた後、生前の彼女の説得からアシルダへの復讐心を押しとどめたドクターは、アシルダと協力関係にある何者かの場所へ劇場を抱えながらテレポートブレスレットで転送される。ドクターは湖の底で初登場した返答カードを 再び使用しており、死にゆくリグシーに衝撃的な知らせを伝える前にアンエフォート 2B、ナイスというカードが見えている。アシルダはトラップストリートの存在を隠匿するため迷い込んだリグシーにレコンを飲ませた。レコンとはドクターフーのスピンオフシリーズ秘密情報部トーチウッドで登場した記憶症巨剤であり、 エイリアンと接触した民間人から機密が漏洩しないように処理に使用していたトラップストリートで人間に偽装して生活している。エイリアンには、ソンダータン、ジュドゥーン、氷の戦士、ウード、サイバーマンがいる。アシルダはドクターに遺言ダイヤルについて尋ねている。遺言ダイヤルは魔術師の弟子でミッシーが持ち込み、魔法使いの友でドクターの手に渡った。 クララは死別した恋人ダニーピンクに言及しており、彼が天国での死でそうしたように、自身も死を受け入れることができると述べている。アシルダに復讐しないようにドクターに告げる際、クララは、Don't be a warrior, be a doctor, と発言した。これは、ドクターの日にてタイムを追う最後の日にモメントを起動して、ダーレクト。 タイムロードを滅ぼそうとした11代前ドクターに告げたものと同じ単眼である。クララは小説家ジェイン・オースティンとの恋愛関係があったことに触れている。魔術師の弟子ではクララはオースティンをエーグレートキッサーと呼び、公務員ではオースティンがいつ高慢と偏見を書いたかについてドクターと議論していた。調査の準備をしている時、クララは良い警官。 悪い警官の手法をドクターに提案する。彼女は自分が良い警官側であるつもりであり、なぜ自身が良い警官になれないのかとドクターに問われると彼の顔を理由にした。カラスに立ち向かえの台本の読み合わせは2015年5月28日に、撮影は6月8日から6月25日まで行われた。ジョビアンウェイドは第8シリーズ 平面の敵にて、リグシー役で、メイジー・ウィリアムズは、第9シリーズ、死んだ少女と、生き続けた少女にて、アシルダ役で出演した。クオンタム・シェードに殺害された、男性役のロビンソーンズは、クラシックシリーズの、第18シーズン、ザ・キーパー・オブ・トローキンで、ルービック役を演じていた。リグシーに敵対的であったランプ役の、サイモン・ペイズ・リーデーは、第1シリーズ、 地急最後の日でスチュワード役を演じていた。カラスに立ち向かえのリアルタイム視聴者数は448万人。番組視聴選挙率は19.9%を記録した。アプリシエーションインデックスは84であった。タイムシフト視聴者を加算すると最終合計視聴者数は605万人に達した。本作は批評家から肯定的にレビューされた。 インデペンデント誌のジョン・クーパーは s f ゴシック推理小説感情的なジェットコースターが混ざった興奮させる作品で息もつかせぬほどの感動を与えてくれると高く評価した。しかし、ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは批判的であり、せいぜい凡作だ。大部分がどんよりとしていて盛り上がらないと述べた。ピアソン・エデュケーションは ナンシー・タイラーによる本作の小説版を英語学習者向きに2018年9月6日に出版した。ありがとうございます。